今週もお疲れ様でした。今日もよろしく、こちらこそよろしく、よろしく甘噛みしちゃった。よろしくって、ちょっとクマさんに会ったからかな、甘噛みしちゃった。よろしくって、あ、ハートだ、ありがとうございます。15分前に仕事終わりました。お疲れ様、はじめまして、よろしく、よろしく。あ、いっぱい食べれん、もう食べれません、お腹いっぱいです。ありがとう。お菓子の雨、てかお菓子の上からお菓子降ってきたらさ、みんなは食べる？私は食べるわ、食べますね、それは食べるね、すみません、それは食べる。でもよくあれなんて言うんでしょうね、一軒家を建てるときに上からお菓子投げるやつよくちっちゃい時参加してました。幼い頃によく友達のお家が建つとか知り合いのお家が建つってなった時に出た、行って餅とかお菓子とかゲットしてた。なんていう名前でしたっけね。こんばんは、明日、明日ちゃうわ、え、明日大富豪の CM いよいよオンエアされる、みんな見てね、見たよってね方いたら報告ください、ツイッターとかで、楽しみです。かし巻き、もち巻き、もち、もち巻き。こんばんは。なんて読む？常連？神連？明日は大富豪ですね。そう！みんな教えてくれてありがとうね。明日は大富豪です。建前？ボルト。まあ、いろんな言い方がありますですよね。いろんな言い方あるんだね、みんなのコメント見る限り。まあでも餅とか投げるやつで通じたから、何でも通じるんですね。家の上から餅投げるやつでみんな通じてくれたんで。上等、上等、でも私上等って言わんかもしれん、わかんない、香川の人はどうなんでしょう。四国とかの人はなんて言うんだろうな、上等式。こんばんは、こんばんは。上等式って言うんだ、なんかかしこまった言い方がそれなのかな。なんかちょっともっと穏やかな言い方ももしかしたらあるのかもしれん。家から餅振ってくるやつとか。胸上げだ、胸上げだ、思い出しました、そうだ、今日胸上げあるからとか言ってた。胸上げだ、懐かしい、よく言ってた、ちっちゃい時胸上げでした。いろんなものがね空から降ってくる不思議なイベント、胸上げでした。いや、その時ちっちゃい時はなんでこんなにね空からいいものこんなに降ってくるんだろうと思ってさ撮ってたけど、こういう儀式ってさ都会でもします？みんなのとこでもしますかね、胸上げっていうやつは。胸上げってめっちゃ懐かしいね、やば、懐かしすぎる、懐かしすぎる、幼稚園とか保育所の時期ですもん。そうそう、お金もね、お金もね、うわ、記憶よみがえらせてくれてありがとう、よみがえってきた。あとなんか靴下とか振ってきた記憶がある、靴下振ってきたし餅振ってきたし、なんかちっちゃいお菓子とか振ってきたし、なんかめっちゃいいものも振ってきたんだよね。めっちゃいいものたまに振ってくる過程があるんですよ。
めっちゃいいもの降ってきたけど何か思い出せんけど、めっちゃいいものだったねえ。今やってるんですかね、どうなんだろう。胸上げって懐かしい。あのその当時ね、胸上げで思い出した、胸上げくんっていう子がいたんですよ胸上げくん胸上げくんだったっけな。ちょっとすっごい変わった名前だ、だから胸上げって覚えたんだ。胸上げくん、なんかね、妹の友達でね、胸上げくんっていう子がいたんですよ。すごい名前で、本当に、いや、そこの家庭がすごい名前だったので、みんな胸上げくんだったっけな。もう胸上げくん何歳になったんだろうな、めっちゃちっちゃかったんですよね。幼かったからな、自分も結構成長してんだろうな。胸上げくんすごいよね。胸くんって呼ばれてたわ、呼んでたわ、胸くんって呼んでた。懐かしい。あの時の人は、あの時の人は今みたいな番組ありましたよね。あいつ今何やってるみたいな、あ、それだ、あいつ今何やってるっていう番組。そうそう、同級生ではないんですよ、はるかにね。でもきっとね、もう大人になってね、立派なね、立派に会社で働いてると思うので。懐かしい、胸上げくんで、胸上げで胸上げくん思い出したわ。なんで胸上げの話になったんだ始まった早々胸上げの話になりましたよね。まあそんな感じで今日はよろしくお願いいたします。今日はチーム E の、年末できなかった公演をリベンジする公演が今日あったんですけど、みんな見たよって方いらっしゃいますか。はい、空からお菓子、それだ、お菓子が降ってきたから、その話だ。あ、ほら、胸上げ胸上げ、こんなお菓子降ってきたもん、マジでこんなお菓子降ってきた、空から。お、はい、大喜利楽しかったねって、ありがとう。なんかね、私はね、あの今日リモート出演だったんですけど、そう、事前にね告知がねできない状態だったんで、本当に入ってねくださったファンの方にはめちゃくちゃ申し訳ない気持ちだったんですよね、今日。正直だからちょっとねフライングして言っちゃったでも今日言われたところでだもんね、ファンの方はきっと。フライングして言っちゃった。胸上げね、ありがとう、みんな胸上げで盛り上がってくれて本当に。そうそう、なんか私は大喜利の企画に出演させていただきました。なんかよく分かんなかったけど、うまくリモートでね会話できてたのかなって分かんないですけどね、ちょっと全然状況が把握できなかったんですけど、まあでもファンの皆さんが楽しんでくれてたら一番ね嬉しいなって思う。もう私自身はねすごい楽しかった。一人で大喜利して、うん、とにかく一人で喋ってたね。せっかくだから劇場行きたかったですけどね。だってさ、全然走っていくよ、全然いけちゃったよ。残念でしたけども、まあファンの方がね悲しんでてね、まあ今あれですよ、本当にこのご時世だから、そのせっかくね名古屋に来てくれる人とか、私がいるからっていう理由でね
あの名古屋に来てくれて、わざわざ、ほんで私がいるから会いに来てくれたっていう人もねいるし、だからそういう方には本当に申し訳ない、めちゃくちゃ。だからまた劇場で会えると嬉しいな。水郷落語の方も結構リモートでさせてもらってます。もうでもですね、あーでも最初はすごいやりにくかったけど、もうなんか一方的に私が本番通りにやって、それを全部、見てくれて、そこでここをこうした方がいい、あした方がいいっていうのを最後にわーって言ってくださるみたいなお稽古で、まあでもそこは支障は特に出てないですけど、掛け合いとかになるとちょっと難しいかもしれない。ですけどもね。来週舞台、そう、来週落語、もう来週やばいんですけど、どうしよう。いやでも舞台のせ、舞台と関係ないですからね、今回のリモートは。なんか知らんけどリモートだったっていう、なんか知らんけど、もう根に持つと思う、しばらく。なんか知らんけどリモートでした。全然暇だったし、まあきっとソーシャルディスタンスの関係とかもあると思うんですけど、だとしても私とレオナさんステージに立ちたかったなっていう思いはね、終わったけどもありましたけど、うまく調整できたはずなのにっていう、もうね、あのすいません、いっぱい喋るとあのすいません文句が出てきちゃうので、もうお口チャックにしときます。こんばんみ。こんばんは、ありがとうございます。楽しかったよ、ありがとう、楽しんでもらえてよかった。はぶられはたごね、でもそんな気持ちになるよね、 T シャツもなかったし。お、高畑商事について宣伝したいんやけど、どうすればいい？どうしましょうね。それはもう皆さんのセンスある文章と私の一番、そうですね、何か楽しいっていうのが伝わればいいけどな。高畑商事な、もう春だからね、新人さんも募集しておりますしね、あのもっともっとね、長年ね私のもとで勤めてくださってる方もねいるのでね、いきなりなんかすごいもうね設定をねやってるんですけど、普段こういうこと言わないのに、こういうことたまにこういう質問来るとねわたわたしちゃうのでね、ちょっとね設定をね細かくけ、決めた方がいいなと思いますね。でも設定って言っちゃうとちょっともうあれなんですけど、今日の服変わった、そうこれ変わってるよね、今日初めて着たこの服。画面越しでも可愛い、ありがとうな、ありがとうな、でも直接見てほしいんや。そうそう、今日生誕 T シャツだったんです、久しぶりに着て、やっぱね生誕 T シャツかなと思って、普通の私服も考えたんですけど、これねちょっと地味かなと思って生誕 T シャツにしました。
説明会はリモートですか？え、面白いそれ。このご時世ならではですね。ありですね。春あたりに。高畑商事の説明会を行いたいと思います。今のご時世なので、今年はリモートからの配信になりますけども、みたいなね。しっかり皆さん話を聞いて、今年1年頑張りましょう、みたいな。ありですね。なんかうどんのおくんから返信、うどんのおくんから通知が来たんだけど、何を、私の写真見て何を思ったの？びっくりした。うどんのおくんからだよ。何、なんかサスンみたいな写真。サスンとは、サスンって何？調べよう。洗濯、わかる。ニットって洗濯できんのよな。サスーンってなんだよ。サスーンって人じゃん。ごめんなさい、なんだよとか言ってごめんなさい。え、サスーンって何？人？物？人じゃん。めちゃくちゃめちゃくちゃ人じゃん。ちょっと電波が今悪いかな。ちょっとね、 Wi-Fi つなげるね。ちょっと一瞬電波悪くなるかも。やめて、なんかそんな、何、どういうこと。え、しかも性別男性なんだが。あ、女性？ちょっとよく分からんな。ビダルサスーンさん、ビダルサスーン聞いたことある。え、男性やん。サスーンって何？ビダルサスーンさん、めちゃくちゃだ、おじいちゃんじゃん。似てる。サスーンとは、間違えた、ショッピングじゃないや。え、怖い、なんかすごい怖い写真、白黒の怖い写真が出てきた。どういうこと。あ、風がなびいてるやつがそれに見えるってことか。一個言わせてください、全然見えない。あ、シャンプーのこと。こう刺すみたいな。めちゃくちゃ分かりにくい。うどんのおくん、それだわ。シャンプーのミダルサスーンのこうなってる写真だわ。これ多分一人では理解できてなかった。多分ね、返信無視するパターンだった。うどんのおくん全然わからんよ。サスーンだけ言われても。よくファンの皆さんわかりましたね。それそういうことです。ちゃんとミダルサスーンの CM みたいな写真やなって言ってもらわんと。サスーンって、そりゃ探しても出てこないわ。面白、うどんのおくん。さすーんって使う場面ないけど、さすーん、さすーんは面白い。なんて返そうかな、まだ返さんとこ。面白いな、本当に。そういうことね、褒めてくれてたんだ、じゃあ。ありがとう、どんのくん。今日は食べ過ぎたので特茶を飲んでます。特茶を飲んでます。あー、落語やらなきゃな、やばいんだよな。やばいにもかかわらず、やばいにもかかわらず特茶を飲む。
うん、特茶。最近家にチョコレートがめちゃくちゃあって、ま、今年のバレンタインデーは市販のチョコレートを、皆さんに配らせてもらったんですよ。このやつ、ありがとうってやつ。これを可愛く何個か入れてラッピングして配ったんですけど、あの思ったよりありすぎて家にめちゃくちゃあって一人で食べてます。キュンです。あ、やばい、みんなこれ写真撮っといてもらおう。あ、でも分かりにく、こちらこういう感じでございますね。こういう感じでございます。分かるやろ。キュンです。あ、みんなにあげてないね。あげずに食べた。遅くなりましたが、ファンの皆さんいつもありがとう。私からの些細な気持ちですけど、受け取ってください。みんなに配れたらいいのにな。これそう、めちゃくちゃたくさん入ってるやつで、めちゃくちゃたくさん注文したらめちゃくちゃたくさん家に来た。だからファンの皆さんにもお裾分け。みんないつもありがとう。はい、みんないつもありがとうって感じで、本当はみんなに配りたいけど、あとね、あ、まだ冷蔵庫に入ってんだけど、抽選で3名様にプレゼントしますみんなの元に届く頃には多分とっけとけドロドロになったチョコですけど、それでもよければ抽選で3名様にプレゼントしますまあ冗談です、食べます。こんな感じ。チョコレート冷凍庫に入れるんですよ私。あ、冷凍庫に入れて、あの硬いやつ食べるのが好きなんですよね。パリってしたやつ。あ、もう抽選で2名様になっちゃった。1個食べたから。うんうんうん、お手先はこちら、プレミアム高畑で。うん、冷凍庫いいんですよね。チョコは冷凍庫、なんかしっとり食べるのあんま好きじゃなくて、板チョコとかはパリッと食べたい人で、食感が好きで、うん、なんかパリッが好きで、ズーみたいな、あ、これ噛む瞬間ですよ、これが好き、パリッが好きですけど、なんか噛む時にむにゅパリッみたいな、にゅパリッみたいな、これはちょっと嫌です。パリッがいいです。こだわり、チョコを保存するこだわり、冷凍庫に入れるかな。遊びに来たよ、いらっしゃい、いらっしゃいませ。ポケットからキュンです。チョコレート食べれない人です。うわ、でもそういう人もいるよね、甘ったるいからね。私も
めっちゃ甘いチョコレートは苦手だけど、普通のビターとかがちょうどいいんですよ。だからミルクチョコレートもちょっと甘いぐらいなんだけど、まあでも普通にチョコレートは好きですね。ただ食べ過ぎるとちょっとうってなっちゃうっていう。甘いもの、たまに食べる甘いものは好きだけど、毎日食べる甘いものはちょっとね苦手かなって感じですけど。名古屋雪降った？昨日かな、降ったところはちらっと見ましたけど、それ以外は見てないかもしれん。いや降ってたと思うけど見かけてはないかな。前髪伸びたね、マジ？でも切ったばっかなんだよ、意外とアイロンしてないからかもしれん。あんまりチョコはホワイト派。あーでもね、ホワイト派の人多いんですよね。 SK ホワイト派多いんですよね。私はまあホワイトの方がちょっと甘いんですよね、きっと。だから私はちょっとあんまり苦手で、まあでも好きですけど、どちらかというと普通のチョコの方が好きかなって感じです。もうクラブハウス聞いたことある、ツイッターのトレンドになってましたよね。けど全くもって何が何だかは分かってません。よくクロちゃんが、あの安田大サーカスのクロちゃんが、クロちゃんツイッターフォローしてるんですけど、クロちゃんがよくクラブハウスがどうたらこうたらって毎日ツイートしてるの見てポチってしてみたけど、自分入れなかったんで、うん、見てないです。なんだこれって思いながら。SNS 多すぎて大変問題ですよね。次から次へと最新が出てくるけど、 Twitter とか古いっていう時代が来るんですよ。インスタとかも時代遅れとかさ、若者に言われる時代が来るかもしれない。インスタとか最近始まったばっかなのにさ、まだあんまりインスタに追いつけてない自分がいる。やばい。今日もインスタ更新するからね。今日更新したら次の写真がもうないから、ちょっとどうにか撮らないと。どうにか撮らない。でもさ、あんまさインスタ映えるようなものないんだよね。可愛いなんか背景とかでも撮りたいんだけどね。でもフォロワー増やしたいし見てもらいたいから、まあでも週に1回更新できればいいな。本当は毎日するの方がさいいと思うんだけど、あの写真がないんでございます。インスタ待ってます。今日はねちょっと可愛らしいよ。自分で言う、ちょっと可愛らしいよ。妹に相談した、さっきすぐ帰ってきた。嬉しかった。目が乾く。今日はちょっとね、もうネタがないからこれをもう載せちゃう。かわいい。いいね。かわいいんだよ。
あ、もうなんかインスタの更新の雰囲気みたいになっちゃってるけど、インスタじゃあ今から更新しますね。あ、もうちょうどいい9時半とか、なんかみんながインスタ見てそうな時間帯。どれをさ1枚目にしようとか2枚目にしようとかめっちゃ悩むんですよね。私だけあの自分で燃えてるっていうのは自分の顔で可愛いって言ったんじゃないですよ。決してそんなこと言いません。あのフォローしてるあの洋服屋さんに可愛いって言ったんです。さすがに自分の顔を可愛いとは言ってはないです。どうしようかな、逆パターンの方がいいかな。逆パターンとは、なんやこれ、なんだこれ、うん、こっちのままでいいや。ね、本当はね、同じような写真がいっぱいあるんですよね。だからその中でまあ写りがいいなと思って妹にセレクトしてもらった写真、まあ同じような写真あるんで、あとモバメとかツイッターに貼っていければなと思います。ちょっと無言になっちゃうんですけど、しっかり更新してるので、あ、ちょっとやばいな、ネットワークを接続します。ちょっと画質がもしかしたら悪くなるかもしれません。こんばんは。東京暑くないですか？どうなんだろう、東京暑いんですか？名古屋は寒いです。東京はどうなんだろうね。にじゃないよ、終わった、ありがとう、聞いてくれて、にじゃないよ、東海ラジオさんよろしくお願いします。白熊ってどこの、白熊が有名なところってどこだろう。白熊、名古屋は明日からあったか、マジあったかくなってくれるんですか、めっちゃ嬉しい。
めっちゃ嬉しいけど花粉症の人は大変ですね絶対に。白熊は鹿児島、北極熊、セブンイレブンの白クマアイス好き、私も食べたことあります、美味しいねあれ、白いやつですよねそら白いわっていうね、白いやつですよね。ハッシュタグで迷うんだよねいつも。花粉が飛びますね。そうですね、花粉症の人は厳しいかもしれないですね。私も花粉症だから、まあ薬はもらいましたけどもね、肌荒れとかもありますしね、眠くなったりもすると思うので、乗り越えましょう。2ヶ月、いやもっとするね、3ヶ月ぐらい。今から早く夏になってくれたらマシになるけど、乗り越えるんだ。ハタゴマ花粉症対策どうしてる？私はですね、花粉症対策か、もうね特にこれといったことはないんですよね。花粉症対策にもう本当に対策しても花粉はひどいし、なんでしょうね、薬をちゃんと病院でいただくことと対策か、外にあまり出ないとかあんまり外に出ないとか、なんかありますかね。まあでも一番私が欲しいのは空気清浄機とか加湿器、あのねあれがね、お家にいいやつがお家にあったらいいと思うんですね。花粉もバリアしてくれると思うし、多少はねちょっとはマシになるんじゃないかと思うんですけど、やっぱそういうの1台あった方がいいと思いますよ。私は欲しいって感じですかね。ねえ、私ってさ、キュンですっていう言葉あんま言わないですよね。てか言ったことないですよね。なんか指ハートはさ今日したけど普段あんましないよね。キュンですなんか言わないよね、キャラ的にも。キャラ的にというか実際のところ
初めて、確かにキュンデスなんだよなこの写真。舞子さんの空気清浄機ください、ほんと欲しい、ください。あんまりイメージないよね、そういうなんか若者言葉。やってんのかなこれ、私あんまやらないんですよね。多分初めてぐらいに使う、初めては持ったけど確かにイメージないよね。早く更新しろって話ですよね。私 SNS の更新めっちゃ遅いんです。こうやっていつもやってるんですよ。早い人はめっちゃ早いじゃん、パパパーとか言って送信みたいな人多いけど、私めっちゃ考えちゃうんですよね。別に無理しなくて大丈夫、ハタゴンは自然体、そうだよね、自然体が一番だよね。ありがとね、本当に。
よし、更新するぞ。ツイッターに連動させました。できますように。いきますよ、みんな。今からツイッター、あ、間違えた、インスタを更新します。見てくださると嬉しいです。毎週金曜日ね、なんか恒例みたいになっちゃってるんですけど、よかったらいいねして、ツイ拡散して、あのコメントをもらえるとめっちゃ嬉しいです。いくよ。今日はね、お気に入りの洋服着てるやつ、私服です。 3, 2, 1, GO。送信、ま、あ、来た、送信しました。あ、やばいやばい、間違えた。これいいところはね、可愛くない、このスカート。インスタしてますよ、高畑インスタしてる、実は。見て見て、可愛くない、このスカート。お気に入りなんだよね。やっぱ25歳だし大人だから、この大々的なハート型のスカートとか絶対履けないからさりげないのが可愛くて買っちゃいましたよね。あ、通知来た、ありがとう、通知取っといてくれてみんなありがとね今更新したから見てね。クマになりたいありがとうございます。かわいい、好きです、ありがとう。社長キューンです。キュンジ、キュンジ、キュンジにっていうのかな、やばい、遅れてる自分時代が。キュンジ、キュンジに、ちょっとどっちか分からんけど、キュンジ、クマになりたい。ありがとう、みんないっぱいコメント読むの楽しみなんですよね、インスタのコメント。ショールームから来ました、だって。ありがとう、ショールーム見てインスタ見てくれてありがとうね。そこを変わってください。クマの存在感でしょ、この白クマの。これは SK48 の平均っていう番組の収録の、セット、お部屋のセットだったんですけど、そのお部屋が可愛くて、ぬいぐるみとか散りばめられてて、なんか理想のお部屋だったんですね、その女の子からすると。で、そこで写真撮りたいなと思って谷さんに撮ってもらってって感じです。今さらこの曲歌うっていうね。ハタゴの声って本当癒しボイスだよね。本当ですか、ありがとう。声褒められるのがめちゃくちゃ嬉しいな、なんか最近声ってなんか嬉しいんですよね。目のあたりのメイクいい感じ、ありがとう。ちょっともう朝、今日朝からメイクしてるからだいぶよれてるけど、ありがとう。馴染んできたかな、いい感じに肌と。 Thank youThank you so much. うれしいな、みんな。
ちょっと最初さ、今もそうですけど、キュンですってさ、ちょっと恥ずかしくて、自分の中では、私の中でハートってこれだから、ちょっと見えにくいけど、ハートって私の中でこれなんですよ、キュンですだったけど、今みんなさキュンですってやるじゃん。だから、まあ、まあ確かに歌ってる時にさ、こんなことできないし、こんなのできないし、だからみんなこうやってやるけど、確かにこっちの方がまあ今時ではあるけど、なんか抵抗あったんですよね、恥ずかしさがある、キュンですっていうのは。良い声してる、ありがとう、声褒められるのがめっちゃ嬉しいわ。でも自分はこの子あんま好きじゃないんですよね。だから私じゃない私に、私じゃない私に生まれ変わった時に、私の声を他人として聞いてみたい。そうすると自分の声好きになりそう、みんなみたいに。あと、なんか生写真とかもこうやっちゃうんですよね。ちょっとこれ恥ずかしくて、こうやってやるの恥ずかしくて、絶対こうしちゃう。だからこれの時はめっちゃ貴重だと思う。一応ね、恥ずかしながらもこうやってする時あるんですよ。なんか寄りのポーズとか、寄った生写真、顔から胸あたりまでの生写真とかは一応こうやってするけど、今んとこあんま多分使われたことないから、多分ぎこちないんだと思う。だからこの生写真が出た時はプレミアムだと思います。頑張るね、もし生写真の撮影とかあったら、これ頑張って使ってみる。これは使われることあるんですよ、よくするから。これはないんですよ、ちょっと頑張るね。お、SKE を押して今年で10年目になります、ありがとうございます。10年も応援してくれて嬉しい、いっぱいだ。11年目もよろしくお願いします。映像で自分の声聞くと違うもんね。いや、そうなんですよ、私自分の声聞いたことあんまないかもしれない。自分で自分の声あんま聞かない人なんですよね。そう、変な感じするよね、自分の声録音して聞くと。やだ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 。チョコレート食べよ。あ、これで縮小取っといてもらおう。あ、でもファンの皆さん、え、わかるかな、ちょっとわかりにくい、1個にしとこう。はい、チーズ。突然始まるスクショタイムです。あ、これこそこれだよね。見えとるかな。キュンです、ポケットからキュンです。こんな感じ。こんな感じです。ありがとう。自分の映像はチェックしないよ。しますよ、自分の映像はもちろんチェックしますけど、まあよくお話ししてるかもしれませんが、まあアイドル5年やってきてますけど、いまだに自分の映像を見るのはまだ怖いんです。自分が踊っているところ、自分が出てる番組、歌ってる姿、
見るのが怖いんですよね、正直。まだでもこれは多分一生治らないと思う。うん、落ちますね。ありがとう、見に来てくれて。おやすみなさい、ありがとう。うん、私はそういう、なんだろうな、タイプの人なんです初見です、ありがとうございます。でもあのチェックしなきゃいけない時とかはちゃんと番組見るし、うんうんうんって感じですね。見るし、 DMM ももちろん見るし、ただでっかい画面で見るのはちょっとやっぱりまだ怖いですまだというか多分一生怖いと思う。なんなんでしょうね、なんか多分自分に自信がないんですよね、そこなんですよね。でみんな可愛いとか、あとの声いいねとかさ、すごい褒めてくれるのめっちゃ嬉しいの。だからそれが一個一個自信につながってきてるなっていうのはすごい自分でも分かるし、もう声とかめっちゃ嫌いだったけど今自分の声好きになってきてるし、だん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 。だからみんなの力って本当に大事なんだなって思った。本当に多分私アイドルになってなかったら一生自分のこと嫌いなまんまだと思う。レッスン場の鏡も私見ないんですよね、未だに。まあでも見るけどふんわり見てるって感じです。顔見てない踊れないんですよね、自分見て踊るっていうのは。そう、アイドルじゃないみたいでしょまあでもね、昔と比べると自信はだいぶついたけど、でもまだまだかなって感じ、自分の中ではね。やっぱ比べちゃう部分もやっぱあるし、人と。そうだよね、いっぱいねアイドルとかメンバーがいるからやっぱ自分はってなっちゃうけどやっぱね、ファンの方がいてくれるっていうのはマジで存在がでかいです。なんですよね、あんまりでもこういうタイプの人間に思われ見られてないんですよね、メンバーとかからには。なんかポンコツだしね、ふわふわしてるしなんかハタゴンにはまあこういう感じでいいだろうというか、なんかまあ何も考えてなさそうだからみたいな。けど意外と考えてるんですよね、そういう面では。だからファンの方には分かってもらえていればいいなって思います。すいません、なんかシビアな話になってしまって。まあでも自信はちょっとずつついてきてるし、みんなが褒めてくれるたんびにね嬉しいし、もっともっとね頑張りたいなって思うし、よろしくねよろしくお願いします。今週もよく頑張りました、ありがとう。みんなもよく頑張った、寒かったけど。よく頑張ったよ。こんばんは。あ、インスタありがとうございます。ちょっと今まだ見れてないけど、コメントとかいいねありがとう。僕は知ってる。いやそれな、僕は知ってて。 SK-1 の美肌。あ、でもここちょっとね跡ができたんですよね、跡ができて消えないんです。ここがなかったらもう完璧まあでも肌には自信がある。あ、でも一個自信があるってすごい強いよね。肌はね、うん、力入れてるから。インスタコメントした、あざーすありがとうハタゴの無意識の色が好き、ありがとう、ありがとうね。またいつか披露する時が来たらもう見ててください。肌年齢ね、自分でもびっくりしました。あんなにまさかね、まあ年齢通りになるとは。でももっとね、あの機械もね結構ちゃんとしてたけど、もっとなんか精密的、なんて言うんだろう、もう本格的に測れるやつで一回測ってみたいで、それで
自分の今の年齢よりだいぶ上だったらだいぶショック受けると思う。そう、お肌はね気を使った方がいいなってやっぱなんか年齢を重ねるごとに思うようになるんでなったんですよね。全然気にしてなかったけど今まで特に。ただ花粉症になったあたりぐらいかな、去年、一昨年、いや 2,3 年前だったっけ、あの時、あの時だよ、大阪で CD お渡し会があった日からだったから、あの時からなんか肌の調子悪くなったりしたから、それきっかけでいやマジお肌大切にしようって思うようになりました。だから今も花粉症の時期に近づくと肌荒れるから、それがねちょっと嫌だ。だからみんなね肌のケアはしようね、男性も女性も。美意識高めでいきましょう。今何時？今何時？ソーセージとかありましたよね。この曲なんだろう。童謡？童話？童謡ってありましたよね。今何時？ソーセージ。なんとかなんとかなんとか。今何時？ソーセージ。まあ。今年は香川に帰ってないです。もう1年以上帰ってないです。香川に。帰りたいんですけどね、一度。帰ってないんですよ今年は。顔パックしようと思ってる。いいと思います。顔パックした方がいいかも。なんかお肌乾燥してるなって思う時だけでもいいかもしれないけど、いいですねパック。あ、時間教えてくれる人いた、ありがとうございます。今何時？そうね、だいたいねみたいなやつですよね。ちょっとわかんないけど、今何時？聞いたことあるかも。お疲れ様。お疲れ様です。地元帰ったらまず家族に会いたいし、友達にも会いたいし、会いたい人いっぱいいる。会いたい人マジでいっぱいいるし、私地元に仲のいい、まあ、あかねちゃんっていう友達いるんですけど、みんな多分知ってると思うけど、何人かファンの方はに毎年プレゼン、誕生日プレゼント交換をするんですよ、必ず毎年。だけどここ2年もう今年7月になっちゃうともう2年になるけど、多分まあ今年多分夏帰れないし春も帰れないから、なんか去年の誕生日プレゼントがまだお互い手元にあるっていう、本当は届けるつもりでいたけど届けれてないから。でも私たちは郵送とかじゃなくて直接会ってプレゼントを渡す派なので、だから香川に帰った時に毎年プレゼント交換してたんですけど、今年は2年できてない、できないから悲しい。手元に2年分の誕生日プレゼントがある状態って感じなんですよね。あかねちゃん出た。そう、あかねちゃん親友、一番の親友、私のすぐ電話するし、すぐ相談とか乗ってもらうし、妹の次に電話するかもしれない。あ、妹、あかねちゃん、お母さんかもしれない、連絡の頻度ってぐらい仲良しですよ。唯一の仲良し友達。やっほー。2年分の誕生日プレゼント交換。そう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 。まあ趣味とかタイプも変わってるだろうけどね。まあまあ。
って感じです。私だったら使うけどな、もう自分で人に買ったプレゼントを1年もね渡さなかったら自分で使っちゃうな。そうそうそう、郵送じゃなくて手渡しにこだわってるんですよね。はじめまして、ありがとうございます。来てくれてのんびりまったりしてますが、ぜひのんびりまったりしてください。まあでも人の誕生日プレゼントって選ぶのめっちゃ難しいよね。多分ファンの皆さんなら分かってくれると思う。ほんと難しいんですよね。私もすごい人の誕生日プレゼントは迷うタイプで、どういうのがいいだろうっていう。でもなんか人と被ったりするのはちょっと嫌なタイプだから、ちょっとなんか変わったやつをなんか買おうかなとか考えちゃうから、めっちゃ考えちゃうんですよ。この人にはどんなリップの色が合うだろうとかめっちゃ考えてプレゼントする。遊びに来たよ、いらっしゃいませお店みたいになっちゃった。いらっしゃいませ。確かに迷いますよね。そう、迷っちゃうんです。みんなも迷うよね。みんなはどういう基準で誕生日プレゼントを選んでんの？なんかその人の似合うようなものとか、まあこの人がこういうの好きだよって言ってるのを聞いてってこととかなのかな。まあでもそうだろうね、きっと。で、私はファンの皆さんにもらったプレゼントは、あのマジで、あの私のことよく見てるなっていうプレゼントがすごい多いので、すごいなって思う。好みとかね、理解してくれてて、まあ何でも嬉しいですけど、ありがとうです、本当に。あーでもさりげなく欲しいもの聞くの私めっちゃ苦手。バレちゃう、すぐバレちゃう。例えばね、なんかいきなり、そういえば何色が好きだっけみたいな、えみたいな、赤とかみたいな、黄色とかって、あ、なるほどみたいな、そうなんや、え、どうしたんとか聞かれると、いや、なんか、あ、確かに赤似合いそうやなって思っとったみたいな、わらっていうバレちゃうっていうね。とか私の場合も聞いちゃう。仲いい人だと聞く、メンバーとか聞く、何々と何々どっちがいいとか。もうなんか菅原とか特にそう、同期とかはそうですけど、欲しいもんあったら LINE で送ってっていう、もうなんかそういうシステムになってる。誕生日近くになると欲しいもんあったらスクショして LINE で送ってって、でスクショされて LINE で何個か送られてきて、なんかこの中の子だったらみたいな、でその中のあるものを買いに行くって感じですけど、なんかもう仲良くなればそれぐらい、なんかもう欲しいもんあったら言ってみたいな感じでやってます。同期とか、まあでも先輩とかにもそうです。チーム員の仲いい先輩とか、何が欲しいですかって、欲しいもんあったら言ってくださいっていう、聞いちゃう。私はもうすぐに聞けない場合はめっちゃ不自然になっちゃう。わかりやすい、嘘とかめっちゃわかりやすいんです。私よく言われる、嘘わかりやすいって。だから嘘つけないそう、できればなんかストレートに聞きたいし、ドストレートに聞いてほしい。そう、サプライズできないと思う私。だからドッキリも仕掛ける側とか絶対無理だと思う。仕掛けれないと思う。
めっちゃ想像できる。いや本当にね、多分ね難しいと思う。笑っちゃう、ドッキリ仕掛けるの。仕掛けられるのは多分大丈夫なんだけど、自分が仕掛けるって多分ね難しい。そうなんだよね、仕掛け、まあそうだね、ドッキリは仕掛け、多分バレるだろうな私すぐ。自分もそうなりそうね。難しいよね。典型的な A 型、そうかもしれない。なんかね、顔にはで、なんかね、顔に出るのかな私、なんか変なんですよね A 型、本当に A 型かな。顔にはね、なんか出ない、なんか出てるのかな、自分では分かんないけど。でもよく逆のことに捉えられることが多いかも。嫌な、これは嫌なのにいいっていう風に捉えられたり、なんかまあお調子者なんだろうね、とにかくお人よしというか八方美人なんだと思うまあ A 型だね、 A 型だわ。まあでもドッキリはよく同期に仕掛けますけど、すぐバレちゃう。炎のとかあやめろとかにはめっちゃかけてた。お互い掛け合いっこしてた、ドッキリを毎日。なんかこれ多分 MC でね、炎のかな、誰かが喋ってたと思うけど、なんかあやみろがレッスンにギリギリに来たんですよ。あのレッスン始まる時間ギリギリに到着して、あやみろがもう急いでて、えどうしようどうしよう始まっちゃうみたいな、で早くしなよって私が言ってて、あやみろやばいよもう始まっとるよって言って、であやみろがえマジって言って、早く早く入ってレッスン場にって言って入る時に、えもう終わったよって私が言うんですよ。えあやめろ終わったよって。であやめろがえマジでみたいな、最悪とか言いながらうっさぴょんって言って、もうとか言う、そんなしょうもないドッキリをしてますでそのやり返し、やり返しされたり、もう一回やり返ししたりの繰り返し。多分これ MC で多分ね炎のが話したと思うけど、どこかの。あとはあそうそう、シムイの MC だ。でドッキリをネタバラシしないっていうやつ。なんか私いつもなんかまあ普通にドッキリは好きなんですよ。仕掛けるのも普通に好きだけど、まあバレちゃうんですけど、仕掛けるのは好きだけど、あのいつも忘れちゃうんですよね、ネタバラシするの。だからドッキリ仕掛けたまんまになっちゃうんですよ。申し訳ないなって思うだから相手はえこれはドッキリでいいの、はてな、え本気、はてなみたいな、そういうので終わることが多いネタバラシするの忘れちゃうんですよね。なんだっけな、これも炎のがね私裏で聞いてたんですよね。なんかあそう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 、まあ高校生がね好きな番組があったんですよ。その当時高校生がよく見るようなね、そのリアリティなんとかみたいなのがあって、まあ、よくわかんないけど、あの絶対わかるドッキリじゃないですか。私高校生じゃないのに、大人なのに、そのリアリティショー、その番組に私が出るって嘘をついたらどうなるかっていう、明らかに年齢の対象じゃないのにっていう体でドッキリを仕掛けたんですよ。ね、あのさみたいな、みんなそれさ言ってるさ、その番組さ私今度出るんだよねって。そうするとなんか炎のかな、え本当にみたいな、誰かがえ本当にみたいな、おめでとうみたいな、やばい信用してると思って、え私ちょっと冷静に考えてみたいな、私20代だよ、出演メンバー10代だよっていう、ありえない設定なのにおめでとうって言われて、え
いやありがとうみたいな、いつ出んのって言われて、何月何日かなっていう嘘をついて、そのままネタバラシせずにいたら、ほののはずっと信じてたっていうのがあります。そう、それをもうあのドッキリの仕掛け合いをよく昔してました、あやめるほののとかと。もうあやめるほののだね、もうこの二人かもしれない。仕掛けられたら絶対翌日やり返すみたいな。でもやり返すスパンが早いんですよ。だから例えば昨日ドッキリ仕掛けられました、あ、じゃあ今日の朝仕掛けられました、でもお昼にまた仕掛け返しますみたいな、もう分かりきってるんですよ。ドッキリをすぐ仕返そうとするんで、もうねバレバレなドッキリを3人でよくやってました。で1回はちゃんと信じるんですよ、私も。え、本当にみたいな。でも冷静に考えて、いやまたドッキリやろそれみたいな。でもうニヤニヤしてるから、あやめろもほののもはいドッキリでしたっていう感じで3人で悪いことをしてます。まあ楽しいからいいんですけどね。今はね、でももうあんまそういうことないけど、よくやってましたね昔は。懐かしい。にじゃないよでもね、2月25日のにじゃないよ動画見てほしい。あやめると頑張ったから。今何時？やばい、ブログ書けなくなる。30分になったら終了します。30分になったら終了する。あ、ラストのチョコだ。ファンの人にあげるチョコレートを私は食べようとしております。ラストのチョコです。まだねあるんだけど、もうラッピングして冷凍庫に入れてるから、またラッピングほどくのはちょっとねめんどくさいから。ファンのみんなのチョコでもやっぱ食べなかったらもったいないからね、ちゃんとみんなの分まで食べる。みんなありがとう、いつもお渡しすることできないけど、みんなの気持ちをしっかり食べます。キュンです。キュンです。あっけなく食べちゃった。会えました。おいしいね、最高だよ本当に。このあとはねお風呂に浸かって落語を覚えて、あと1週間とかだから、ちょっと徐々に焦り出してる、徐々に焦り出してるからちょっと頑張りますね。この前土曜日に水球落語見てきたよ。お、どうでした？もう先に見られた方はどの演目見たんですか？私ねまだ演目ねちょっとみんなに伝えることできないんですけど、やっぱねすごいから、出演者の皆さん本当にプロだから、もう演技を好きで演技を愛してる方たちなので、本当にすごいね、心に刺さるというか、うわーすごいなーって私も見て思ったので、私は何を伝えれるだろうってちょっと思った時に、まあ自分らしく頑張ろうってことで、自分らしい落語ができたらいいなと思って、今回チャレンジするので、まあ楽しみながら聞いてくれれば嬉しいなって思います。
いざの方ね。いざとピーヒャラと月が綺麗ですねと風が吹いたらかな。その中の私どれかやるので楽しみにしててください。怖いな、ステージには魔物が住んでるからって昨日言われました、お稽古で。練習ではできてもステージには魔物がいるからって言われて、その魔物がいるからに私はもう一気に緊張感が増してきた。魔物そういえばいるわと思って、助けてくれる人もいないし、本番はもし魔物にやられたら私どうしようっていう。魔物にやられても負けないように頑張んなきゃなって思う。やっぱでもステージには魔物がつきものらしい。やっぱね、ステージに立つと忘れちゃったり分かんなくなったりするものだと思う。確かにそれはそう、分かんない、もう飛んだら分かんない。飛んだらマジで分かんない。だからちょっとね、しっかり緊張をほぐしながら、ね、やっぱファンの方もきっとね、知ってるファンの方も多いと思うから、どうなんだろうね。チケットはまだ完売はしてないけど、きっとねソーシャルディスタンスだから、ファンの方もね、間開けて間開けてで、多分知ってるファンの人がもしかしたらね多いかもしれないし、相手のね、相手さんの西本さんか、西本さんのファンの方もいらっしゃると思うし、水球落語、その落語自体が好きで見に来てくれてる人もいると思うから、ある意味私は今回初めて出演させていただくので、水球落語初めましてなので、まあ緊張するけども楽しみにしていてほしいなって思いますね。でもやっぱファンの方の顔見ると多分安心すると思う。第一、うわ劇場公演じゃんみたいな、劇場公演じゃんっていうノリでできれば最高ですよね。でも西本さんもきっとお忙しい方なので、まあちゃんとご挨拶というか、まだね全然できてないんですよ正直。なのでまだまたお芝居じゃないや、お稽古がこの先あるので、そこで西本さんと、お話しする機会があるんですけど、お忙しい方なのでなかなか予定もね、2人の予定とかもねあったりして大変なんですけども、仲良くなれたらいいなって思う。私も人見知りだから、なんかこういう機会ってあんまないから、SKE48 というかグループの中でいると他の方とこうやって一緒にご一緒できることないから、だからすごい羨ましいと思っちゃった。なんか前にリハーサルか、もう今始まってるけど、その出演終わった出演者の方とかと、まあプラス私で撮影があったりお稽古があったりしたんですけど、やっぱりなんか、あ久しぶりみたいな、元気だったみたいな、1年前というか前回ご一緒した方たちだったり、どこかの舞台で一緒になった人たちとか、すごいなんかみんな知り合いみたいな、ええみたいな、だからなんかそういうのすごい羨ましいなと思ったから、私もなんか人見知りだけど積極的に話しかけれたらいいなって感じ。でもロミジュリで一緒だった、ご一緒をさせてもらったサキさん、AKB48 のいらっしゃるんですけども、出演されたんだ、もうね一番最初で出演してるんですけど、さきさんとは、あお久しぶりです、2年ぶりですねみたいな感じでね会えたので、ご挨拶できたんですけど、もう後の方は初めましての方で、ガチガチに緊張してましたっていう話です。ガチガチに緊張してました私。こんな感じでまあお話できたらいいなって感じです。仲良くなれたら。あそうです、北沢さん、
新しい出会い、そう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 。ってな感じで頑張って覚えようと思います。なんかね、もう面白くなくても笑っててほしい。面白くなくても笑っててほしい。2回聞く人とかいるかもしれんけど、2回とも爆笑してほしい。もうこれはお約束でお願いしますね。2回聞く人、特に2回目特に笑ってほしい。って感じで、ショールーム終わろうと思います。あ、やばい、もう33分じゃブログが書けなくなっちゃう。書かないとね、今日は。ってことで、ショールーム見てくれてありがとうございました。話し出すといっぱい話しちゃうからね、ありがとうございます。ってな感じで、また来週の金曜日にお会いしましょう。以上、プレミアム高畑デーでした。バイバーイ、おやすみなさい。ごゆっくり皆さん、この後も。じゃあねー、ポチ。あれ、あ、ここか。いつも消し方わかんなくなるんですよね。じゃあね、おやすみなさい、バイバーイ。